を授けます。覚悟を決めろ。光が満ちてくる。
魂と魂を導きましょう。
ました。おいしいお茶をお入れしますね。Thank you.
は地中深くまで傾斜のある横穴が続く。それは支援のお任せです。巨大な真上の炎が続く道のような坂を絶消滅ゾーマ。さようなら。道の先に松明の光が灯る。炎に照らされサシャさんの姿が浮かび上がりました。追ってきましたねと相変わらず無邪気な表情のままサシャさんが私たちに語りかけました。その表情には追い詰められた焦燥などみじんも浮かんでいません。ナディアさんは現状を復活させた理由、そしてその方法をサシャさんに問いただしました。ナディアさんの問いに薄く微笑んで答えた。この国は幻獣を操るための実験場に選ばれたのだ。実験はすでに完了し残る任務は2つ。サシャさんは妊娠につぶやく。そして次の瞬間サシャさんは私たちに背を向け駆け出した。その姿がすぐに闇に溶け洞窟の奥へと消えていった。最下層にたどり着いた。道はそこから地上に向けてなだらかに傾斜を描き始める。はあ、さようなら。光を浴びて救済。アギトと呼ばれるこの洞窟は長大な横坑になっていて、抜けた先は海に面しているとナディアさんは言いました。海に切り出した岬には使われていない大聖堂があり、サシャさんはそこに向かっていると。総領主様に告げるナディアさんの表情はこれまでに見せたことがない深刻なものでした。ナディアさんの表情が事態の深刻さを物語っている。サシャさんを止めなければならない。領主様は促されるように歩む。
さようなら。光を浴びていきなさい。お任せです。